結果発表です。男子走り高跳び決勝の結果です。プログラム並びに大型映像装置をご覧ください。1等は渡辺君松山大学、記録2メートル05。2等菅沼君高知大学、記録1メートル88。3等友岡君松山大学、記録1メートル80。4等浅野君香川大学、記録1メートル80。5等松田君香川大学、記録1メートル80。6等川辺君高知工科大学、1メートル75。7等八木君香川大学、1メートル70。同じく7等森友君鳴門競技大学、1メートル70。以下はご覧の通りです。男子走り高跳びの一人専門です。プレゼンターは佐竹正幸、中止学生連合評議員です。第3位友岡信也君松山大学、記録1メートル80。第2位菅沼拓人君高知大学、記録1メートル88。そして今大会のチャンピオンは渡辺信也君松山大学、記録2メートル5。見事大会記録に迫ります2メートル5をマークしての優勝です。優勝されました皆さんの今後ますますの活躍を期待いたします。以上をもちまして、男子走り高跳びのビクトリーセレモニーを終了いたします。結果の発表です。結果の発表です。プログラムは10ページ。プログラムは10ページを開くください。先ほど終了いたしました男子200メートル競争決勝の結果。1着4レーン横山君高知大学、時間22秒07。2着7レーン門田君愛媛大学、時間22秒35。3着5レーン渡辺君愛媛大学、時間22秒42。同タイム着差なし。同じく3位で黒川君高知大学、時間22秒42。5着9レーン深澤君高知大学、時間22秒71。6着8レーン本谷寺君香川大学、
時間22秒76、7着2レーン河合君徳島大学時間22秒86、8着3レーン内田君四国学院大学時間23秒08、この時向かい風 2.1m でした。以上です。16m20